谷川博さんは、日本の官僚、政治家。元自由民主党参議院議員、衆議院議員、元科学技術庁長,長官、高知県出身、高知高等学校を経て、東京帝国大学法学部政治学科卒業後の1943年、大倉省に入省、酒税局国税第一課に配属、東京国税局長、 関税局長などを経て1976年の衆議院議員選挙に高知前県区から出馬し初当選。再選を目指した1979年の総選挙で落選したため、1980年に参議院議員に倶替え、当選2回。自民党内では福田安倍三塚派に所属。参議院農林水産委員長。 参議院地方行政委員長を経て1991年11月から1992年12月まで宮沢内閣の科学技術庁長,長官を務めた1992年政界委員会この時の選挙では小沢一郎が側近の平野貞を出馬させるために谷川を出馬断念に追い込んだと言われている1993年君一等随法省受賞 一般財団法人アジア会館会長、東京フード成果中医薬専門学校の学校長も務めた。2015年11月30日、老衰のため死去。95歳を打つ、没後受産密井造。入賞同期に、高木文雄、橋口治む、山下元里、木野春雄愛知和夫、中村吉郎、鳩山国夫、西田司、中島守、池田幸彦。 堀内光夫、相沢秀幸、津島雄二、加野道彦、塚原俊平、中西啓介、与謝野香る、渡辺秀夫、中川秀直。ありがとうございます。